富永です。今日は蜂蜜を使ったダイエット法について解説します。蜂蜜というと様々な健康効果があって体にいい食品としてよく知られてます。ただその一方で糖分が多い食品でもあるため、ダイエット中の人には蜂蜜を怖がってる人も多いです。しかし実際にはですね、ダイエット指導をしている身としては蜂蜜はものすごく高いダイエット効果があるというふうに考えています。実際蜂蜜を使うことでこれまで何をやっても痩せなかったという人が体重が落ちてくるっていうことが結構あるんですね。そこで今回は蜂蜜のダイエット効果と実践法、そして蜂蜜を使うときにはどういうふうなことを注意すればいいのか、そして蜂蜜はどのように飲んでいけばいいのか、どういう人に効果的なのかっていうことについてお話します。これまで蜂蜜を使おうと思ったことがなかった、もしくは使おうと考えたんだけど手を出せてなかったっていう人は今回の動画を参考にしてもらえればなというふうに思います。では内容に入ります。まず蜂蜜のダイエット効果について話をしていきます。蜂蜜で得られる最大のダイエット効果、それは低血糖を予防することです。蜂蜜によって低血糖が予防されて血糖値が安定すると、それだけで食欲と代謝も安定して痩せやすくなるんですね。低血糖っていうのは体にとってはエネルギー不足の危機的な状況だというふうに言えます。体は低血糖になると食欲を強め、代謝を下げてエネルギー不足を解消しようとします。なので低血糖になりやすい人ってのは過食にもなりやすいし、代謝も下がりやすくなるんですね。ブドウ糖と果糖がバランスよく入っている蜂蜜は血糖値を急上昇させず、なおかつ長時間にわたって血糖値を安定させる作用があります。特に寝ている時の血糖値の安定っていうのは痩せるためにめちゃくちゃ重要なんですけど、これに蜂蜜っていうのはかなり有効なんですね。しかも蜂蜜っていうのは胃腸への負担が小さく吸収されやすいですし、体に必要なビタミンやミネラルも豊富に含まれています。なので栄養という点でもですね、食欲や代謝にいい影響を与えるのが蜂蜜になります。このように血糖値や睡眠、栄養バランスを介して食欲や代謝を安定させるのが蜂蜜のダイエット効果だということを知っておいてください。じゃあこうした蜂蜜ってのはどういう風に使っていけばいいのかっていうところなんですけど、ダイエット中の蜂蜜を使うポイントってのは主に3つあります。まず1つ目、寝る前にティースプーン1杯の蜂蜜を舐めるです。寝る前に蜂蜜を舐めることによって夜間の血糖値を安定させ、睡眠の質を高めることによってダイエット効果が得られます。で、この話をするとですね、寝る前に血糖値上げて大丈夫なんですか？蜂蜜なんか舐めてたら血糖値急上昇しませんか？って心配する人いるんですけど、そんなことは起こらないので心配しなくて大丈夫です。蜂蜜ティースプーン1杯っていうのはだいたい蜂蜜 14g なんですね。蜂蜜 14g に含まれている糖分ってのは約 10g になります。健常人であれば 1g の糖質に対して血糖値は 1mg パーデシリットルしか上がりません。2型糖尿病の人でも糖質 1g あたり 3mg パーデシリットルしか血糖値は上がらないんですね。つまりティースプーン1杯分の蜂蜜を舐めても健常人なら 10mg パーデシリットル、2型糖尿病の方であれば 30mg パーデシリットルしか血糖値は上がらないということになります。なのであなたが心配しているほど蜂蜜をティースプーン1杯舐めたぐらいで血糖値が急上昇して問題になることはないんですね。また歯磨きの前か後かっていう問題も結構聞かれるんですけど、実は蜂蜜って虫歯の予防にも効果があるというふうに言われてるんですね。なので歯磨きの後でも基本的には大丈夫です。ただ私は気になるので歯磨きの前に蜂蜜を舐めて、その後に歯磨きをして寝るようにしています。とにかく寝る前に蜂蜜をティースプーン1杯舐めるだけで睡眠の質が上がって、その結果食欲や代謝を安定させることができますので、一番最初に蜂蜜を使うのであればこの寝る前の蜂蜜からやってみることをお勧めします。蜂蜜で痩せるポイント、2つ目は起きてからティースプーン1杯の蜂蜜を舐めるです。起きてすぐに水分補給と一緒にティースプーン1杯の蜂蜜を取ってみてください。そうすることで前日の夕食から長い間頑張って血糖値を維持していた体を休めることができるようになります。夕食から朝食までって10時間以上時間が空くことがほとんどだと思うんですね。で、その間って血糖値ってどうやって維持されてるかっていうと、体がなんとか頑張って
低血糖にならないようにして維持しているわけです。その時っていうのは体の中でストレスホルモンが作られて血糖値を維持してるんですけど、ずっと食べ物を取ってないと体にとってはどんどんストレスがかかってしまうわけですね。でしかもちょうど朝方ぐらいに血糖値が下がって低血糖になってしまう人もいます。朝に低血糖になってしまうと、その反動で朝食とか朝食後とかに食べ過ぎてしまう人が多いわけです。なのでそれを防ぐために、朝起きてすぐに蜂蜜を舐めて血糖値を安定させます。なので朝からそわそわして食べ過ぎてしまいやすい人には、起きがけの蜂蜜っていうのはものすごく効果があります。そして朝の蜂蜜は日中の血糖値を安定させることにもつながりますので、なんか日中そわそわして食欲が安定しないという人にも、朝起きがけの蜂蜜はおすすめです。蜂蜜で痩せるポイント、3つ目はビタミン C と一緒に摂るです。栄養豊富な蜂蜜なんですけど、唯一の欠点としてビタミン C が少ないんですね。なのでそのビタミン C を補うことで、さらに蜂蜜の効果を高めることができます。例えば緑茶やレモンなどビタミン C が豊富な飲み物や食材と一緒に摂ることで、蜂蜜のダイエット効果を高めることができます。なのでまあ、あなたが好きなビタミン C を摂れる食材でいいと思うんですけど、蜂蜜と一緒に摂るようにしてみてください。じゃあこうした蜂蜜ってのはどういった人に有効なのかっていうことについて次はお話しします。まあ正直なとこですね、蜂蜜ってそのダイエット効果というよりも健康効果、例えば抗菌作用とかですね、そういうものが強いので誰もが摂ってもいい食材だと考えてるんですけど、これまで話したように蜂蜜の一番の効果というのは血糖値を安定させることにあります。なので血糖値が不安定な人、低血糖になりやすい人、こういう人は蜂蜜を摂ることで痩せやすくなるというふうに考えてください。例えば夜中に悪夢を見る、目が覚める、肩こりがひどい、歯ぎしりをしている、眠りが浅いなどの夜間低血糖の症状がある人は、寝る前の蜂蜜でそれらが改善する可能性は高いです。他にも昼前や夕方など血糖値が下がりやすい時間帯に脱力感やイライラ、手足の冷えなどの低血糖症状が出る人も、蜂蜜を摂ることで低血糖を防ぐことができます。また低血糖症状かどうかよくわからないんだけど、食感、朝食と昼食、昼食と夕食の間になんかそわそわしていつも食べたくなるんだよねっていう人もですね、低血糖を起こしている可能性がありますので、蜂蜜を舐めることでそのそわそわを解消することにつながります。このように低血糖症状や食欲が不安定な人はですね、蜂蜜を使うことでダイエット効果が得られますので、そうした悩みを抱えている人はですね、ぜひ蜂蜜を使ってもらえればなというふうに思います。そして最後に蜂蜜の種類なんですけど、可能であれば精製や加糖、加熱などの加工された蜂蜜ではなく、天然の蜂蜜を使うようにしてください。例えば水飴によってかさ増しされた蜂蜜、甘みをつけるために人工添加糖を使われた蜂蜜、水分を飛ばすために加熱された蜂蜜、これらは蜂蜜のダイエット効果を下げることになります。なのでできるだけですね、天然の純粋な蜂蜜を使うようにしてください。またマヌカの木の花から作られるマヌカハニーは、実は蜂蜜よりも健康効果が高いというふうに言われています。マヌカハニーには MGO メチオグリルキサールという有効成分が入っていて、蜂蜜よりもはるかに高い抗菌作用があるというふうに言われています。しかも蜂蜜は加熱すると有効成分の効果が下がってしまうんですけど、マヌカハニーは加熱してもその作用が弱くならないっていうのも大きな強みになります。なのでマヌカハニーを変えるんであれば、マヌカハニーを使った方がダイエット効果も得られやすいというふうに考えてください。どうでしたか？なんとなく糖分が多くてダイエット中は避けがちな蜂蜜なんですけど、実はめちゃくちゃダイエットには最適な食材なんですね。もしあなたが睡眠や低血糖、食欲などで悩んでいるんであれば、ぜひこの動画を参考に蜂蜜を使ってもらえればなというふうに思います。はい、今回の内容は以上になります。お疲れ様でした。ではまた。